ガッツ from 大阪よいしょボリューム40。めっちゃ一発で決まったように見せて、まさに4回目ぐらいです、今の。はい、どうも、ハッシーです。前回のボリューム3で僕東京行ってきましたっていう話、してきましたけども、その時ね、お隣千葉県の浦安市にも行ってきました。 JR 新浦安駅降りたところって、報道で聞いてたんですけども、液状化とかの被災が大きかったっていうのを聞いて、どんなものか確かめに行ってきました。確かめに行ったら偶然が重なって、災害ボランティア活動にも参加できました。何をしたかって言ったら、シャベルでその道に詰まった道に積もった砂を溶ける作業っていうのをさせてもらいました。ボランティア、我々一般の人たちがボランティアで砂を避ける、で、避けた砂を重機とかでトラックで運んで、で、道をクリアにして、そっからようやく地中に埋まってる水道管であるとかガス管である、そういった工事に移れるっていう、そうやってステップがあるんですね。日中の3時間ぐらいやってきたんですけど、めっちゃしんどかったです。どんだけこれからかかんねん。もう今までも、それ一旦3月の後半やったから、今までもどれだけみんなの力でこうやってやってきたんかなっていうのを感じました。その時近所の人たちに話聞いたら、下水道壊れてるからトイレも使われへんねんっていう声とかもありました。僕らが通りがかっただけじゃわからん、そういうね、影響もあるんですよね。実際自分が作業をして話も聞かせてもらって、やっぱり場所とか震災後のタイミングとか、それでいろんな必要とされるものとかが種類あるんやなっていうのを感じました。で、その時に通りがかった学校のグラウンドで少年3人がサッカーしてたんですよ。で、僕サッカー好きなもんやから、これね、一緒に蹴ろうや言うて友達になって話とかしてたんですよ。ほんならね、その子らってそこの学校の子じゃなくてお隣の学校やったんですって。でも自分らの学校はまさに液状化でグラウンドが水浸しになって使ってはいけないっていうことになってるから、今日はたまたまこっちの学校に来たんだっていうことも教えてくれました。校庭で遊ぶのが仕事みたいなもんですよね、少年少女たち。その子らにとって液状化一大事ですよ。まあでも、そういったことがあるっていうのを知ってどう感じるかはあなた自身のお気持ち次第ですね。僕なりに吸収したものあるのでここで伝えさせてもらいましたが、あなたはどんな風に感じられますか？報道で取り上げられている、大きく取り上げられている被災地とはまた違った目立たない被災地っていうのがあるっていうことも知っていただけたら、知ってる方はまた改めてちょっと思い出していただけたら、何か俺なりに役に立ててるのかなっていうのを思います。で、まあ、そういった経験踏まえて、僕ね、今度被災地行ってきます。宮城県を予定しています。ほんまに現地の状況っていうのは日に日に変わっていってるので、細かい、なんていうんやろ、調節とかが必要になってくると思うんですね。今そういう段取りもしてます。予定では宮城県に行って、で、そこで出会うもんっていうのがあると思うので、そこを何に出会うかっていうのでいろいろ変わってくるとは思います。一個決めてんのが、サッカーボール持っていこうって思ってるんですよ。これでそこで出会う子供たちともし触れ合えたら、それはな、それで何か俺が何か伝え感じれるものっていうのあるんちゃうかなっていうことを考えています。なので、こちらの動画でもその模様っていうのを報告させてもらいますんで、そちらもぜひともまたチェックしてください。ということで、ガッツ from 大阪ボリューム4、今回はその災害ボランティアに行ってきた時の報告と、これから被災地に行きますっていうお知らせになりました。サッカーボール持って行ってきますんで、また報告待ってください。よろしく。ヘディングの時によくある顔、ちょっと半目。